結局大発涅槃行牧25四色菩薩本第23、それにですね、仏性とはすなわち第一義空なり、第一義空は名付けて中道となす。仏性は第一義空、それは中道だとこういうんですね。それでところがこの仏性は第一義空だそれで言っても、その第一義空が何だか分かんないからねこれもまた天候を調べなきゃ。この第一義空っていうものの天候は結局大本般若経の文上本第18に出てくるが、何らをか第一義空となす。第一義とは涅槃に名付く。涅槃の涅槃たるは空なり、上にあらず滅にあらざるがゆえにという。でこれ結局ね、第一義空のこの第一義っていうのね、これは涅槃だと。そして涅槃が涅槃であるという、涅槃が本当に涅槃であるということはどういうことかというと、空だ。で空だっていうのは なぜかっていうと、情にあらず滅にあらず非情非滅だ。ところがこれで、まあ、ここまで言ってみると、まあ一応分かったのかっていうとまだ分かんないもの。涅槃って何だっていう。涅槃って2月15日お涅槃団を作るじゃないかってお釈迦さんが死んだんだ、そのくらいのこと言ってたんじゃもうこの話は分からない。この涅槃とは何か、これまた調べなきゃ。これもその大発涅槃行牧25の四色本第23にまあいろいろ書いてあるけれど、その大切な点だけ言いますと、涅槃とはすなわちこれ煩悩諸欠の火を滅す。その煩悩は、煩悩はまあ分かってたね、みんなそれぐるみなんだから煩悩だらけだから、お互いよく分かんない。だけどこの煩悩諸欠っていうのね、ボロボロの結ぼれっていうのね、煩悩ってやつは結局ね、勝った頭に戸坂へ来たっていう、そういうんで、みんな頭でもってのぼせるわけです。そこで結ばれるからってね、それをこういちいち溶ける、それが煩悩諸欠の火を滅す。だいたい涅槃ニルバーナっていうのはこのろうそくの火を吹き消すっていうのようなのが根本の意味らしいんだけど、結局それ煩悩の結ばれの火を滅するっていうのがね。そしてそれがね、結局非狂気です。非狂気っていうのはね、非狂どうなんだっていうでしょ。この非狂どうなんだっていうのはつまりどうなんだっていうんだ。だから結局ね、それが煩悩の火を滅した、それが結局人生の必狂気だ、一番その
行き着くところに行き着いたとこだっていうことだね。で、だから涅槃とはすなわちこれ煩悩諸欠の火を滅すっていうと同時に涅槃とは必境期に名付く、つまり行き着くところに行き着いた人生だっていうね。まあみんな我々ね、その行き着くところに行き着いた人生を送ってんじゃないんだもん。なんだって言ってこじきるこのなんだろうこじきみたいな服、戦後派の人はもう戦前のこじきの姿見たことないから、なんかこうこじきみたいな服してるとあれがかっこよく見えるらしいんだね。こうしたら私が毎日内側ぶり散歩してたら、その真っ赤なね、その服を着て、そして歩いてる人みたいなね、それで、あ、囚人が出てきたんだ、そうしたら、そしたら、子供と犬連れてんだから、囚人でもなさそう。あれはまあ、囚人ルックっていうのはね、まあ、とにかく、今時の、あれは感覚はちょっと我々についていかれないところ、それっていうのはね、何あれがかっこいいっていうだけでもって行動してるんだ。かっこいいっていうだけの行動っていうのはどうせ行き着くとも行き着いてんじゃないもん。その時その場の思いつきだって、ね、で、それに対して仏教が仏教である一番大切なところってね、なぜ仏教に帰依するか、仏教はその三宝はね、必境起承なるを持ってないから、もう結局はその仏教という宗教は我々の行き着くところに行き着いた人生を教えるから、それだから仏教を信ずるんだっていうね、それが根本です。で、今だから第一義っていうのは一番大切なことっていうことだ。ところがその第一義空だ、一番大切なことが一番大切であるゆえんはっていうとね、情にあらず滅にあらず、そういう人生にとって行き着くところへ行き着いた一番大切なところって、あ、ここだってね、そういうふうにあるもんじゃないんだっていうね。いや、そのパッと悟って、ああ、いい境界、これでもう俺は大丈夫、そんなもんじゃないっていうのね、もう常にあるもんじゃないんだ、決まってあるもんじゃない。それじゃあ、その清浄仏教の人は化身滅知っていうけど、全て の意識をその断滅させてね、ですね、煩悩も何にも起こらなくなったっていうね、そういう境界かと。それでもないと、そりゃそうだ、生き生きしてんな、生き生きしてる、行き着くところに行き着いた人生というのは本当の意味で生き生きしてんじゃなきゃなんかね。だから決まったもんではあってもならないし、それから断滅したもんでもないってことだ。そういうことですね。そういうのがそれでその煩悩諸欠の火を滅すっていうのね、そういう煩悩諸欠の火を滅することができるやとこう思うじゃない。そんなだから煩悩諸欠の火を滅することができるって、もうね、できたって、そんなところで決まることはないんだ結局は。それが情にあらずな、そうじゃない、刻々にだその煩悩諸欠の火を
滅するっていうことだ。これが私の言う私の話を聞いてる人なら、まあ、またあれかっていうぐらいしょっちゅう言うんだけど、頭手放しっていうね、なんかっていうと頭でもって何か掴むんだから、あんしょっちゅってその、カッと戸坂へ来ると「ああの子」って言って、今度はまた可愛い子ちゃんにこう握り込んじゃう。それを手放しするっていうね。そうすると頭がこうやって頭の中にみんな 手があるんだわ。それでもってカッてこう掴んじゃうんだ。頭手放すと落っこちるじゃん。これが信心脱落だ。それでそのそれをね、座禅というのは、我々のする座禅は、道元禅師の教えられる座禅は、この座禅して、そしてその座禅した挙句にパッと悟って、おしげさんのところへ行ったら、お前は悟ったって言って、それでどうもだから私悟りましたって名刺に書き込んで配ってあるんです。そんなようなもんじゃないんだ、道元禅師の座禅。そうじゃなくて、あの座禅しながら壁に向かってる。そうするといろんなことがね、あの、その刻々にいろんなことが思い浮かんでくるもの。ことに今日みたいな日、まあ一日中座禅しててもらうさ、これはもう頭の中群れ返ってね、それで、ね、あのふつふつとしてそのいろんなことが、ね、思い浮かんでくるもの。それをこれで、それしかも体だけはその動かさないで、いかにもこう行い済ましたような顔してじっと座ってんだからね、もっと外から見りゃあ悟ってるかと思うかもしれないけど、そうでないよ、頭の中こうだ。それを結局座禅の狙いで大切なのは頭の手放し、頭の手放しってね、これだけを百千万発するんだ。百千万の発、あのただそれだけだったんだよ。で、例えば座禅しながら愛してて女の子の顔がまざまざと浮かんできてさ、そして 何とか言ってうまいこと言って彼女の手を握って、それからっていうところまでこうやってテレビ見てるのと同じように座禅しながらこう考え、うっかりしたら考えちゃう。それをね、頭パッと手放しした途端に座禅、これ考えてたら考え事だね。それで、あ、いけない、俺今考え事してるんじゃない、座禅してんだって言うんで、パッとこう座禅の姿勢に戻ると、まざまざと現れたままふっと消えてね、そして壁だけっていう、それがあのゴーマゾ、お釈迦さんがあの悟り開かれたっていうところにその仏殿にも出てくるけど、その、悪魔がたくさんこうお釈迦さんを責め立ててるもんね。それでもお釈迦さんがふっとあれすると、その悪魔たちがふっといっぺんに決めちゃう。こう方もと今度はその肉体美人がバーッと出てきてね、お釈迦さんを誘惑する。ところがまたお釈迦さんが座禅に帰るとふっと消えちゃうっていうのが剛摩のあの図っていうのは、そういう図絵を見たことあるでしょ、あれと同じでも。それを今我々座禅でやるんだ。それでそれがね、その非常非滅だ、常にあらず滅にあらず、そしてそれが中道だ。これね、この中道っていうのは的中の道だ。的中する道だもん。的中の中ですよ。中途半端の中である。それで本当の実物に帰って的中する。
それでね、結局この前もそう言ったんだけど、仏性っていうのね、まあ私なりに仏性っていうのを結局自分に当てはめて何を言うのかっていうと、仏性っていうのは非常気象運転だ。その自分の人生つまり行き着くところに行き着いたっていう、そういうその行動をしていくっていう、それが非常気運転だね。どうせ我々頭でいつでも儲ける、それを手放しすることによって冷め冷め、そして非常気象運転をやっていく、これが仏性というものだという話をこの前にしたの。そしたらこの前来られてる方があって、その私に手紙をよこした方があって、非常気象運転というものはその面白いと思うけれど、具体的に言ってどういうことですかって言ったね、そういう手紙があったから、それは具体的に言いたいとは言いたいんだけど、しかしこの非常気象運転を具体的にこういう時にはこう、こういう時にはこうってねとは言えない。だから自動車運転一つだって、何メートル先に人が現れたか、どこのところでクラクションを鳴らし、そしてスピードをどのくらいに落とし、そして何だったらブレーキかけるとかしてね、そんなことあれでしょ、いちいちにわたって具体的には言えないもの。運転っていうものはどうせ生きてるんだから刻々なんだ。でいちいち具体的にこうだとは言えない。しかし結局この道元禅師のこの正法眼蔵の仏性の巻は、今言ったようなこれはまあ仏性の定義的な意味だね。仏教そのものとしての定義的な意味だ。それに対してもっと深いところをこの仏性の巻は教えられているわけだ。だからまあそういうつもりでこの巻を読んでいくわけだ。そしてしかし今この前の今までの話にですね、今一応もう一つ補足して補足してですね、言っておきたいことは、結局この非常気象っていうのね、つまり帰るところってどこへ帰るかというとね、この生命の実物に帰るのがないんだ。この非常気は生命の実物に、生命の実物に帰るのがないっていうことですね。大体我々頭でボケるんだ。頭でいろんなことを考えるからいろんなボケ方するわけね。いや早い話がさ、平和平和って平和運動をやるって言ったって、平和の考え方がみんなそれぞれ違う。そういったもんだから平和の考え方、お前はそういう平和、俺はこういう平和って言うんで、その見方でもって食い違って、それで戦争を始めるんだ。そういうふうに頭で考えたことはどうせ食い違うんだ。これだけの人がいたらこれだけの人の考えがみんなそれぞれだ。これで平和っていうんで、平和っていうことを一つでも、あとはどう考えますかってアンケートを取ってみて、それでもね、いくつかそのまとまるあれはあったとしても、でも具体的に平和そのものって言ったら全くあれみんな食い違うと思うんで、それはみんな顔が違うように違う考え、だ頭でもって食い違っちゃう話も、それで
結局頭ボケしてく、食い違う、話は食い違う、頭でまたフラフラする、あれかこれかって言って、頭で考えるとあれかこれかでしょ、そうするとあれかこれかって言ってる限りではフラフラしてる。それでそうでない、そのフラフラせぬところって言ったらね、絶対的にフラフラしないとこって言ったら生命の実物に帰るという以外ない。そこね、のところがそこでまた実物っていうと、普通みんなが考えるのはこのあれですね、そこにある実物だ、コップって言って、あ、このここにあるコップ、これが実物だと思ってね。ところがね、その生命の実物ってそんなもんじゃない。そんな生命の実物ってのはそんな目の前にあるもんじゃない。むしろね、見るもの、見る自分と、それから見られたものと、それがその分かれる以前のね、この見る方を脳っていうね、それから見られる方を書っていうでしょ、脳書、分かれる以前、あるいは主観と客観とって分かれる以前、自分と他とって分かれる以前、自己と世界とって分かれる以前ね、そういうのは見られたものっていうんじゃない、見る見られる分かれる以前が、これは現生の実物だ、生命の実物っていうかね、そういうもの。それで、ところが普通はこの仏法の話があるね、みんなの普通の人に分かりにくいのはそこです。普通の人はね、そのそういう見る見られる分かれる以前だね、脳症の症自他主客、ね、こういうのは分かれる以前、それをね、分かれる以前の実物、生命の実物、誰でも枯れてもみんなそれ生きてる、その一切分かれる以前の生命の実物を誰でも枯れても生きてる、それを我々その人間は反省して、そして、あは、これは見る方、これは見られる方、あるいはこれは自分、これは他、あるいはこれが主、これは客、こういうふうにね、分けて、そうしてかえってね、そのこの二つにまず分けちゃっといて、見る見られるというね、これがこう2つに分けといて、挙句にこれがこう関係し合うところに初めてその生命体験するとこう思うんだよ。これは話が別、ひっくり返ってんだ。本当は現生の生々しい生命体験して我々生きてる、それを分析してその2つに分けといて、そしてその2つが関係するところに帰って、その生命体験があると、こういうふうに決め込んでるんだ。わかりますか？そこのところが話がひっくり返ってるでしょ。本当は誰でも彼でも現生は生きてるのは事実だもの、事実こうやって息して、俺今息してるぞと思わないのに息してる。ところがそれをこう考えてみて、俺が息してる、そこでね、その2つに分けて、それで俺が息してるから俺は生きてんだと、こういうふうにそのあらかじめこう
つに分かれる以前の生々しいものがあるのを2つに分けておいて、そしてそれが関係し合って初めて生きてんだと、こういうふうに、そういう考え方に慣れすぎてんだ。これだからこの話が分かんなくなった。仏法の話の方がよっぽどあった、本当だもん事実今言う、俺が息してると思って初めて息するんじゃないんだもの、息してんだもんそれを二つに分け、そしてそれを関係させて俺は生きてると、こう普通考えるんだね。でそこの考え方がひっくり返っているっていうこと、そのひっくり返っているってことをよくわからない限りは仏法の話はわからない。仏法はまずとにかく生々しい現生の、その生命の実物をの話なの。この生命の実物一つだけが仏法 の根本テーマ。それでしかしながらその現生でもってその生きてるっていう中に一応そういうふうに主と客と、あるいは脳と書と理と他とってこういうふうにね分けるわね、分けるところにこれ今度は仏教が言うのは脳書一枚と言う、自他不二で主客っていうね、これ仏教じゃ心房一如っていう、これ我々の心自身だ。法っていうのは北海だ。これ人無人海です。人無人海だ。人無人海ってあらゆる海のすべて何から何までってことね。我々が事実住んで生きている見ている世界そのもの、何から何まで、この自己人人無人海、それが一如、それがもう現状だもん。そうしてしかもこのだから、ね、本当はね自己人無人海だもん。この自己人無人海というのが生命の実物ですね。だから生命の実物っていう限りでまた自己人無人海はね、そうかっちり決まってあるもんじゃない、そこにあるというようなもんじゃない、これはもう時々刻々だ。それで自己人無人海時々自己人無人海時っていうのはその消防現像の宇治の巻に出てきたでしょ。本当にね生命の実物ってねただこれ一つだもん。自己と世界と人無人海と分かれる以前もう現生だ、生々しい、それは生々しいんだから時々刻々だもん。それが生命の実物です。これもみんなこの生命の実物生きてるね。この生命の実物って言うとそういう境界になりたいんだよ。そういうふうにまた考えたりなんかするからば話は向こうが行っちゃう、考えちゃったらそっち行っちゃう。そうじゃない、誰でも彼でも私みたいなその育児のない人間でもこれ自己人無人海時々を生きてる、あたみたいにしっかりしてる人間でも自己人無人海自由生きてる、もうこれはもう間違いない、どっちへどう転んでもっていうんだ、どっちへどう転んでもが自己人無人海どっちへどう転んでも。だからねこれから悟るって話じゃないんだ、もう本当にみんな誰でも彼でも小っていうのはねもう
絶対事実だ。その絶対事実のところに修行するっていうんで清浄の種っていうのがあるんだよね。だからね、今筆記用機運転から今筆記用機運転って言ったのの補足的な話なんだね。つまり気するところっていうのはどっかあったら生命の実物に変えるかしょうがない。ところはその生命の実物っていうのがその向こう側にある白物じゃないんだからね。だから自分の向こう側にあるものに対応して運転していくっていうもんじゃない。今筆記用機運転ってこの前言ったけど、筆記用機運転って言って自動車運転とそこが違う。自動車運転だったらこうやってハンドル持ってこうやってねやってる向こう側に世界が あってそれに対応してこうやって運転していく。ところが今その仏性っていうね筆記用機運転はそうだな、自己と人無人界と二つに分かれる以前のところを運転していく、筆記用機運転やっていく。で、だから筆記用機車って言ってもじゃあどこへ帰るのかって、ね、帰りようがないもん。早い話が初めから筆記用機車の筆記用機自己人無人界自由が生きてんだから誰でも彼でもね、だから帰りようがないんだ本当は。しかしながらそこを自己人無人界自由が自己人無人界自由にその深まっていくっていう、だからこの道元禅師の話いや道元禅師じゃないお釈迦さんの話はそういう深さの話だ、人生の深さの話。みんなね、パッと悟って、あ、俺は儲けたってね、いうような、そういう悟りの話じゃないんだ。自己人無人界自由が自己人無人界自由にどこまでも深まっていく。だから、その沢次郎氏は、流水であるって言ったもんね。道元禅師の仏法は流水である。お釈迦さんの仏法は本当に湧水なで、消防現像にも書いてある、人なり恩なり妙なり、いや人というのは深いです、ね、それから恩なりというのは遠い、妙なりというのは絶えなり微妙なりというね、で非常にそのあざとくないね、それが座禅した挙句にパッと悟ったっていうような話があざといじゃない。そういうあざとい話よ。お金出したらこれだけのものくれたっていうそういうようなもんじゃないんだ。どこまでも初めから自己人無人界自由っていうどっちどう転んでもそういうどっちどう転んでも自己人無人界自由がその自己人無人界自に深まっていく、そういうのが今筆記用機車運転で、だからそういう筆記用機車運転は結局どういうことか具体的に言ったら、みんな我々の座禅でよくそういうことはあこういうことかって知らなきゃ今言ったように我々座禅してると頭の中にいろいろ思い浮かんでくる、しかしながら手放せばパッと壁だけになる、そのあれを百千万発してるんだからね、それがその頭手放して冷め冷めた、そして百千万発してる、でそれがねその我々の道元禅師の教えられる止観多座のあり方である、それから我々の生き方そのものの根本でもある。いやそういう点ね、だから我々ね人生っていうのはね
どんな生き方しようとし してもだ、誰でもね、その絶対不合格はないんだ。誰でも彼でも俺の命は俺が生きるわけじゃないんだから、どっちどう転んでも、いや失敗したって言ったって、不合格したって言ったって、そのところでもって自分の人生生きてるから、心配いらないんだ。でもう、いや下手すら死ぬじゃない、その死ぬって言ったって、死ぬのは俺が死ぬんでね、自己自由人海自それだけの。でその絶対滑り落ちようのない、絶対不合格のない、そういう自己の人生が自己の人生に深まっていく、それが仏性ですね。そしてそういうサメサメ深まっていこうという秘境起承運転の場が質仏性ということ。どっちどう転んでも秘境起承運転の場だ。ところがまあ今合格の方の話したわけだけど、じゃあ合格 みんな 不合格はないっていう話したんだけど、じゃあみんな合格かっていうと、合格してるやつは一人もいないね。ただ、まあ、自分考えてみれば分かる、これでいいんだってね、いうやつは一人もいないんだ。で、ただとにかく生命の実物は時々刻々なんだから、時々刻々なんだから、合格って言っても合格のところで決まってるわけじゃない、不合格って言っても不合格のところで決まってるわけじゃない、そういうところで停滞してるわけじゃない。で要するにその成功した失敗した、合格だ不合格だ、まあ嬉しいって言ってね、まあ、私幸福って結婚したって幸福って何があるかと思ったら、結婚したって言ったら不幸がこれから始まるじゃん。だってあるいはダメだ絶望したって言ったって、そこでもそういう頭、みんな頭の思いの中の話だ、そこでもって停滞しない、では常に頭手放し手放し、冷め冷めて、そして大切なのは2つに分かれる以前の生命の実物に帰ってくる、それがまあ秘境運転ですね。いやこの例えばね、その実際的に言って、今、まあ、これだけの方が来られてるけれど、この方々の中にも今悩みのどん底にあってさ、そしてだからまあこんな会にでも来て、そして私の話でも聞いたらちったらなんとかなるかと思って来られてる方もいないわけじゃないと思う。でもまあそういう方それでいいんだよ、その何悩みがあるって言ったってね、これはみんな頭の中だけの出来事だ。俺は今悩んでるってね、こうやって一生懸命それ掴んでる、で手放したら俺悩み起こっちゃう。俺もう少なくともそんなにって言っても、今私の悩みは事実悩んでるんですよ、ね、しかしながら本当はね時事だね。だから今悩んでるって言っても、その次の瞬間はもう済んでる、もう過去になっちゃう。事実今皆さん私の話を聞いてんだって悩んでるっていうんじゃない、もう今済んでる、とにかく済んでる。そうするとまた家に帰るとまた私の話は済んでるまたってそういうもの、これついついとね映るんだ。でもう過ぎ去ったことはない。でだからね、
頭手放して冷め冷めて、それだけの百千万発する、それが大切だ。その姿勢だけだ。だからあの私は大体この消防現像を読み始めたのは、あのまだ坊主になる以前、西阿弥禅師の経歴をここでも前に話したけれど、あの、45円だか55円だかで大枚ね、その頃もう本当に大枚ですよ。大学での給料、どんな人だけの給料払ってその買ったんだからね。それで一生懸命読んだ。それで本当に仏性の巻なんかは、まあ、繰り返し繰り返し読んだんだけど、で道元禅、あの西阿弥禅師の経歴でもって印象に残っているのは、煩悩は根なし草じゃっていう言葉が、よく残ってね。根なし草じゃっていや、煩悩っていうものがかっちり固まってあると思ったら落ちる。今悩みっていうものがかっちりあると思ったら落ちる。これパッと手放しは手放せる。それでそうしたらコロッとこうね、あの根がない草だ、コロッと落っこっちゃう。その西阿弥禅師のその今仏性の巻でも、ね、煩悩は根なし草じゃっていう言葉がね、やっぱり一番大切なんで、ところがあのトムさんみたいに、そのあれね、我々アメリカ人は血がネバネバしてネバっこいんでしょうか。その手放しても、うん、どうもすぐこうあのネバネバくっついて回るっていう人がいるから、あのいやアメリカ人がそんな血がネバっこいってわけじゃない。それはもう手放したらパッと落っこちんだけど、またすぐこうまたすぐ握るから、それではまたあの出てくる。だからまたこれ手放し、これもまあ百千万発するからないということですね。そうかと思うとあれだね、いや私は頭あのあなたの言われるように頭手放し手放しって言って座禅してやってたんだけど、なかなかいい境界になったと思ったら、ある時にパッとこうなんかあると思って、それから言いたい、またダメですって、そういう念の言った言い方をしてくる人がいるね。だけどそれぐるみがその頭で考えたこといいですか。そのああ私はダメだっていうね、ダメだっていうことをまたしっかりこう握ってんだから、それぐるみ手放すのね。そこをあの筆記起承なんですよ。でとにかくいくらあのこういう複雑な煩悩の言い方をしてみても、それぐるみね頭で考えた、それぐるみ頭で考えたことっていうのはね、温度と湿気の加減っていうことをよく知っておかないとそのこれはやっぱり本当に座禅してみないとよくわからないと思うけどね。みんな頭で考えたことはもう、俺が考えたことはもう絶対信じたぐらいに考えて頑張ってるやつがいるわ。ところが本当にみっちり座禅やってください。そしたら頭で考えたことはみんな温度と湿気の加減だっていうことがよくわかる。例えばこういうの今もう言うように今日みたいなね天気、その座ってると蒸し暑くってムラ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 、頭の中でムラ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 こう湯気が立つようにこういろんな思いがこう湧き起こってる。それでそのところがね、夕方頃ね、そのスーッとね湿度がなくなって涼しい風でもスーッとこう吹いてくるような時になると、スカッとしてね、もう途端にこう悟り開いたみたいな気分になる。そうすると頭の単純なやつは「俺は悟った」ってこう言い出す。そうじゃない、俺は温度と湿気の加減悟ったり迷ったりやるんだ。
で大切なのは悟りと迷いと二つに分かれる以前のところに座らなきゃ、そこに帰らなきゃ。で今言うその百千万発してサメサメで必勝気象運転というのはそれなの。でそのただ帰るっていうだけでもうその仏道は全て成就するんだね。あの法華経にね、一生なお仏、戒以上仏道っていう言葉あるけど、ひとたび南無を唱うれば、南無仏を唱うれば、皆すでに仏道を成就ってね、これが大乗仏教の極意だ。結局生命の実物に帰るってこうね、帰るって言って、それだけでもう仏道は全て成就してる。だからあのくれぐれもですね、その今必勝気象運転で言ったけど、そしてそれが仏性ってもんだって言った話したわけだけど、それはどの辺の境界か、どういう境地かって言ってね、考えちゃいけないってことね。そうじゃない、みんな事実あの生命の実物を生きてる、住所あの自己自由人会自由を生きてる、それだけに帰るっていうね、そういうそのサメサメ百千万発して生命の実物に帰るっていう行の問題で、まあそういうこの前はそういうお話したんですね。でこの前のところじゃね、この質仏性っていうのがだから、どんな意味でもね、想定された存在、うですね、このそこに置かれたようなうじゃない。そのどこまでも必勝気象運転していくっていうね、このあれですね、的中する道なんだからね。という意味で、結局このテキストのね、その初めのページの上の段から上の段の左からね、4行目、知るべし今仏性に質せらるるうは有無の有にあらず、から人形飛んでね、この質の源さらに周にあらず、本無にあらず、妙無等にあらず、あるでしょ。言わんや縁無妄無ならん、からその次にはね、の行に合造上力にあらず、妄縁起にあらず、法理にあらず、人数師匠にあらず、それから4行飛んで妄縁起の無にあらず、それからまた2行飛んで、本ぬのうにあらず、ごこごこんのように、それから四季のうにあらず、九十一人のように、それから上場のうにあらず、それから無臭のうにあらず、四季のうにあらずとね、まあたくさんあらずあらずってね、いろんなうじゃないと話したのはね、と書いてあるのは、その結局今その仏性の質仏性ということは、そういうそこにあるようなもう規制的にあるようなもん、あり方のもんじゃない。どこまでも今頭手放しって今やる行としてあるからね、すでにあるようなあり方じゃないということは、そんな道元禅師この前のここには言ってるわけですね。そうして最後にその質
通を絵手すること格のごとくなれば非通それ倒退脱落なりつまり頭手放し手放し以外にはなし、こういうこの前もそう書いてある。でまあ、あのこの前の話復習の話の方が長くなっちゃうから、ね、まあ分からないって、ね、読んだ少年からね。それで今日のところ段を改めてですね、心が仏性の言を聞いて学者多く千に下道の我のごとく邪気せ、まあ仏性って言うとみんなね今の人でもそうだったんだと思うね。その今正法言論のいろんな注釈本やなんか解釈本やなんかたくさん出てくけど、それちょっとこう覗き見してみるで見て、仏性っていうのはねみんななんかどの辺の境界かな、深い境のところって言ったりそんなぐらいのことで、話してる人が多いよね。でそんなもんじゃないの。で仏性の言を聞いて学者を千人下道の我のごとくにもうジャケセンとかガッチュねバレっていうもんがなんかトロッとしてあるよ。それ人に合わず自己に合わらず死を見ざる言えないで、いたずらに風化の傍若する新意識を仏性の各地各領と思え、結局ね風化の傍若するっていうのは今言う温度と湿気の加減だ。温度と湿気の加減っていう私が言うとみんな笑うけど、風化の傍若って言うといいかの道元禅師の言い方だとなるほどって言ってあの回収してるね。だけど本当は同じの温度と湿気の加減、あるいは落としの加減もあるね。いや私もつくづくもうね、私 もう昨日で71になる。71からコロッと変わったとこはあるみたいな。それまではそれこそあのなんていうかね、やっぱりお年の加減でムラ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 こうあの女女って言っていつでも女ばかり考えたけど、70過ぎたらさすがにあの古来のあれだね。川柳にもそういうのがある。あの70にして立つ隠居古来前ってで、いや消防言動の話でそういうね、我々のこの風化の温度と湿気の加減であの立ち上る思いをだね、うん、仏性の各地各領とも仏性でもってそういうことが分かるんだと思うんだね。ところが誰か言うし仏性に各地や閣僚ありと、みんなあの仏性に各地閣僚があるってね、誰が言った。それはあの仏さんのことを各所知所、しかしながらたとえ諸仏なりとも仏性は各地閣僚にあらざるなり。ただねその仏さんののことを各社知社っていうのと、それから今みんなが温度と湿気の加減で各地閣僚をするのと、その各地閣僚が意味が違うんだ。大体仏性というのは非思量、要するに考えたこと思想じゃない。それはそうだ。そこをだからあの座禅してみなきゃわかんない。座禅して頭の中でもっていろんなモードをこうねまざまざと描き出してるでしょ。それをパッとこう座禅に戻った時、これ冷める、冷めた時にパッと消える、そういうのはこれあの冷めるっていうけれど、ああ分かったっていうようなね、考えたっていうもんじゃない、資料資料じゃない、ただ本当の意味です。ただ冷めた。で、言わんや諸、だから諸仏を
各者知者という各自は何立ちが云々の邪気を隠しとせる。大体諸仏の各地各領というのはね、仏性は各地各領にあらざるないと今ここにあるけど、そういうことをひっくるめた各地各領だからね、後の本ね、あのだから無仏性無仏性ってね、いろいろのその言い方がこの、ね、仏性の巻にされてくるわけです。で普通に言うだから、ね、何立ちが云々の邪念を各地とせる、頭で考えた、分かった、悟ったというようなもんじゃない。で、風化の道場を各地とするにあらず、だから心理的意識の各地じゃ、ただ一両の仏面素面、これ各地なり。言葉はね、本当に一両に。一両の仏面素面というのは難しいようなこと、そうじゃない、あれこれの仏さんたちが現状する、生命の実物のさめさめる、それが各地であるということ。つまりあれこれの仏さんって、今我々が皆さんが今これを座禅、この後で皆さん座禅するでしょ、そして座禅しながらまた今私が言うようにいろいろムラムラ起こるわ、こんな日だから特にそれをまずは、まあ、座禅に戻ると、そうするとふっと消える、それが各地だね。それが今座ってる座禅人っていうのはね、これが生きた仏さんだもん、一両の仏面素面、それが覚めるというね、それがこれ各地だ。往々に古老先徳、あるいは祭典に応還し、あるいは人間を祈祷する、官より総長に至るまで、東間竹井のごとくなる多く風化の老弱を仏性の各地って近くと思える。あわれんべしが学道天祖なるによりて今の質問ある。あの、まあ、これなんかももう今言って私が話してきたことで、これまあ説明には及ばないと思う。もうとにかくみんな仏教の坊さんたちたくさんいるけどね、そのしかしみんな見当外れで、風化の動脈、温度と湿気の加減の感覚近くの話を仏性だと思って、これは学道の天祖なるによりて、やっぱり仏性っていう限りはね、仏性の巻を、あの正法印度の仏性の巻を読む限りで、やっぱり仏性っていう言葉の、あの典故だけは十分調べて読み始めなきゃみんな話は分かんないんだ。で今仏道の初心、万学初心しかあるべから、これからね、あの仏道修行を始める人たちはそうあっちゃならない、ね、たとえ各地を学習すとも、各地は道弱にあらざるない。いや今各地っていう、各地は各地だって言っても、我々がいろんな意識的にね、あの各地する、しかしながら意識的に各地するっていうのは一体何か、もっとその根本があるじゃない、これが生命の実物がそこに動いてんだもの。それをみんな頭の先っぽで思ったこと、考えたことだけが各地だと思ってるんだね。ところがそうじゃない、各地って言ったらば、その底に動いている生命の実物が、それが大切なんだ。例えばあれですね、自動車が動く、あれがガソリンでもって、あの動力にして動いてんだって言ってね、言うけど、ガソリンがでもって、ガソリンが火で燃え爆発するっていうね、その力は何か、そこまで考えなきゃ、ね、
これは人間が作ったもんじゃない。人間が作ったのはガソリンが爆発するっていう性質を何かこううまく組み入れて、そして自動車みたいに動力にして動かしてるだけだ。これ人間はただそれを組み合わせただけ。本当の根本はって言ったら大自然のその生命の実物がそこに動いてガソリンを爆発する、それが根本だ。その辺が今の人間浅はかだと思うね。本当にそう思わない。本当に浅はかだ。で人間が作ったと思う。それからそれは俺が考えたと思う。ところがそうじゃない。俺が考えるっていう考えの俺の考えっていうのをね、俺が考えようと思って考えられる広いもんじゃないもの。これやっぱり 大自然の生命の実物が動いてればこそ考える。でところが今の人間はみんな頭の先っぽだけのことをして、俺がそれで自然を征服するとかなんとかうまいこと言っちゃう、うまいことだか下手なことだか言っちゃうそれでまあ見当が違う。でその点本当に大切なのはそういう生命の実物に変えらなきゃ。それで初めてこの出張気象運転だから、たとえ各地を学習すとも各地は動脈にあらざるない。たとえ動脈を学習すとも動脈は陰もにあらざらない。もうね、感知するっていうことは意識の動きだと思う。しかしながら本当の意識の動きっていうのをあれば、この本当の各地はそんな意識が動いたっていう